ははいこんにちは沖縄おばばです、えー、昨日の10名さんですね。昨日はちょっとね、えー、いろいろあって、えー、夜ね、アップできなかったので、えー、今日アップします。予言者が出現するということ言ってますね。昨日あの16秒のところです。アメリカ国会は緊急に、えー、国会一時閉鎖するということ。 を発表しましまた、えー、これはね、理由は交通事故で警備の警官も何,何人か犠牲になってしまったということですね。えーまあ、いわゆる、あのー、適当な運転を、あのー、していた人がいるということですね、えー。この人の犯人なんですけど、26秒のとこですね。ノア・グリーンという人があ、写真が出てきます。この人が犯人だったようです。この人はある宗教信者で、トラさん反対派ですね。 この人のフェイスブックですね、もうすでに閉鎖されています。はい、えー、ね、えー、で、40秒、49秒のところですね、この人の状況が、あの今はあの亡くなってしまった。どういう亡くなり方をしたんだかちょっとわかりませんけど、自殺したのか、それとも、あのその場でね、あの まあ、アメリカの方ではよくあることですよね。射殺されてしまったか、どうなってるのか、ちょっとわかりません。はい。えー、1分ですね。なんと、この事件の前にですね、10時、18時間も前に、この事件の報道がありました。一体これはどういうことでしょうかということですね。多くのアメリカ人はこのことについて、この事件自体が、 フェイクじゃないかという議論がされています。まあ、そうなんでしょう。うん。10名さんの分析では、多分これはに偽旗事件だということを言ってますね。はい。まあ、私もそう思いますね。まあ、そんな、ね、予言18時間も前にね、この事件のことが分かってるっていうのはおかしいですからね。はい。えー、4分48、58秒のとこですね。 えー、これ4月2日なんですけど、バイさんがウクライナに対して制裁を発表するということでしたね。バイさんの発表っていうのはまあ1日遅いんですよ。もう発生してきた、発生してしまったことに対して、えー、発表してるので、えー、これはね、ちょっとっていうことですね。で、6分18秒ですね。2月23日にワクワクですね。えー、ワクワクの ワクワクをあの就職の際にあの接種していることを条件にするというのは違法だということがあ書かれています。はい、えー、接種するしないはその人の個人の自由ですからね。はい、なので、えー、それがもう個人的決定っていうことが、えー、アメリカ政府の方ではもう。 発表してます。それは6分18秒のところですね、えー。6分18秒のところを見てください。2月の23日に、えー、連邦政府はすでに、えー、そういったあ行為は違法であると発表しております。で、えー、なので6分43秒のところなんですけど、接種するしないはワクワクですね。個人の決定権であるので、えー、パスポートっていうのはちょっと違法なんじゃないかということです。はい。 えー、まあ、や、闇ね。闇の方のイルミナンチャーが世界政府を作ると格索していますけど、アメリカでさえこうした分裂し,している状況なのでね、えー、そういうことはちゃぶ多分ちょっとね、土台無理な話でしょうということですね。はい。はい。で、トラさんもね、やっぱりワクワク摂取するしないは、は個人の権限ですからということですね。そういうことを言ってます。はい。 9分50秒のところですね。えー、ここってね、実はあの、面白いことが、あの、起きていまして、えー、ヨーロッパですね、ロシアとウクライナ問題です。はい。ヨーロッパ司令部、アメリカ軍のヨーロッパ司令部なんですけど、今は少し危険度が高い状況であるということを述べています。はい。えー、10分12秒。 呃、10名さんの説明なんですけど、今のロシアとウクライナの問題は、ヨーロッパで起きている例の地下作戦を隠すためのものなんじゃないかなっていうことですね。まあ理由はいろいろあって、えー、なんていうのかな。アメリカ軍機がね、そのヨーロッパの上級、上空を行ったり来たりしているっていうことですね。これがちょっとあの、おかしな出来事で、はい。ちょうどウクライナっていうのはロシアとヨーロッパの中間にあるんですよ。 なので、えー、そうしたことの説明のために、そういうことを、なんていうのかな。まあね、演じているんじゃないかということですね。そして、11分4秒のとこ,ところです。ウクライナの親ロシア派の兵士のことが、 なんていうのかな親日とかの、あの、親しい方の真ですね。真ロシアの兵士がね、用いるのはロシアの兵器だということですね。そして、それはおかしいので、もう、これはもう、この戦争っていうかね、戦い自体が嘘で、まあ、事実上サイバー戦争なので、そんな、あの、本当の戦争には至らないだろうということです。で、今はね、えー、その後なんですけど、聖書予言のね、転換期、まあ、ぎ越しの最中である ということをさん言ってますこれねあのー、ちょっと前にねあのー、説明しましたねごめんなさいねちょっと手ぶれしちゃってはいえー、意味するものはねまあ奴隷解放です杉越し祭の意味するものイスラエルがね、えー、エジプトの奴隷から解放されるってそのことですねはいで 1> 1分46秒のところですこれね聖書に詳しい人だったらよく分かってるんですけど2020年から今ですねちょうどその転換期の期間何月かは分からないんですけどヨベルの年ヨベルの年です、ね、50年に1回ヨベルの年っていうのが聖書で制定されていますそれはどういうことかというと何、えー、ていうのかな貧しさのために自分の土地を売ってしまったねイスラエル人 とかにねあのそのそ土地を戻して、えー、奴隷を何て言うのかな奴隷状態だった人を解放させるまあ借金,です、ね、早く言う借金帳消しと借金とか何、えー、て言うのかな、えー、そういう奴隷の状態だったその身分の人をこう普通の自由人に戻してあげるっていうそういった年になります。 ヨベルのの年年年でです。す、え、す、ー。御にになりますね。50年に一度です、はいえー、ある人このジ,ョジ,ョジュアンさんというユダヤ人が計算したらしいですけどね、えー、こういった今はヨベルの年であるということを言っています安息年ですねなのでちょうどね、えー、コロコロちゃんで、えー、お休みになっているので、えー、ちょっと条件的に 当てはまるとということですそして奴隷解放もありますのでつって今まで搾取してきた搾取されてきたものが返ってくるとしてあるっていうことですね。なのでそういう意味があります。まあ呼びるの年についてはまあキリスト教のね背景のある人とか聖書を読んだことに読んだことがある人たちはあ分かっていると思います。はい、それでは、えー、今日の10名さんはこういう感じでした。今日っていうか昨日ですね。はい えー、まあ,あいろいろあったので何て言うのかなとりあえずね今があ転換期であって、えー、そしてもうすぐヨベルの年だっていうことを伝えてましたねはいそして今起きているいろんなことそ,そういうことが、あのー、何につながっているかっていうのを考えさせられましたねはいそれでは皆さんまた今日はまたねあと2本ぐらい動画あげたいと思います はい、ごきげんよう沖縄おばばでした。